私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。ユースケ・サンタマリアが二宮和也の過去を暴露ドラマ共演時の軽く切れたエピソードを明かす。俺住もうかな。マジで4年前なら住んでました。仕事マジで月に6日しかなかったんで、と衝撃の告白をしていた。この放送にネット上ではユースケさんがゲストで来るの、ずっと待ってた、ユースケさん、二宮くんと似てる、といった声のほか、菊池に対して、4年前、仕事が月に6日。今はいっぱい仕事あるもんね。今だから言えるネタだ、ね4年前なら大分に移住したい風間。いつかロケで来て、などのコメントが寄せられていた。日本一子育てしやすい、町として知られる同志では、保育園幼稚園の授業料や5歳から中学生までを対象とした市営塾も無料。子供が生まれると最大200万円の誕生祝い金がもらえるなど子育て世代には嬉しい支援が盛りだくさんだ。また、移住者にも嬉しい支援があるといい、番組では9年前に大阪から移住し、唐揚げ店、唐揚げ一揆を営む土井さん夫婦に密着。豊後高田市では、移住者や移住予定者が開業に必要な費用の助成や、空き家や宅地を有効利用するために、空き家バンクという事業を行い、移住者に格安で物件を紹介しているのだとか。土井さんも空き家バンクの物件に住んでおり、総敷地面積300坪で 4LDK の母屋は家賃2万円。妻の両親が住む離れの物件は1万円と、まさに破格の安さだ。VTR 明け、菊池は、住みたいですね。だって家賃3万ですよ。300坪で3万ですよ。100坪あたり1万すよ。住むでしょ?と、コメント。さらに、スタジオに用意された土井さんが作った、うまたれの手羽先を試食し、ビビるくらいうまいっすね、と大絶賛。二宮は、ダメだってそんな適当な、切れてるわけないじゃん笑い、と否定したが、ユースケは、笑いながら、なんで遅れたんすか?と当時の二宮の様子を再現し、それを見た菊池は本当に怒ってるやつだ、と呟いていた。そんな中、横浜が、二の三、メンバーに、朝が弱すぎて元気が出ない。テンション上げるにはどうしたらいいですか?と、相談。菊池も、僕もテンションが低い。ちょっと流れ星くん側なので。と明かすと、二宮は、側じゃない、と突っ込みながら、むちゃくちゃカロリー高いもん食うとかね、朝、牛丼とかラーメンとか、と自ら実践している方法を元にアドバイス。しかし、横浜は胃が弱いため、参考にはならなかったようだ。その後、クイズを通して楽しく学ぶ、話題のスポットブラブラ旅。コーナーを実施。月刊誌、田舎暮らしの本、宝島社が毎年発表している住みたい田舎ランキング人口1万人以上3万人未満で21年から2年連続第1位に輝いた大分県豊後高田市のミリ VTR で紹介し、嵐二宮和也の冠バラエティ、二の三が9月4日に放送され、セクシーゾーンへの菊池風磨、お笑い芸人陣内智則らが出演。ゲストには、俳優の横浜流れ星とユースケ・サンタマリアが登場した。番組初出演となるユースケは、2009年9月放送の JNN50 周年記念スペシャルドラマ、天国で君に会えたら、で二宮と共演。撮影当時について、ちょっと遅れて行ったのよ。俺めったに遅刻なんかしないんだけど、車が渋滞していて、と振り返り、その際、二宮が軽く切れてた、というエピソードを暴露した。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。